はい、ということでね、今日はこの間ねツイッターで紹介したおすすめの遊び方の、B ライン以下限定戦、はい、まあ、要するにジャッキャラ限定戦、うん、やります。一番平和でいい。このゲームはねランクが下がれば下がるほどね強行動なくなるから、癖のある強行動があるとかじゃなくて強行動がなくなっちゃうから上のやつらはねこの技は絶対に後隙を拾いますとかさ逃げじゃ破壊しますとかさ、クソ行動があるのに対してもうC ランに近づくほどあの弱の発生が早いですとかそういうのが強みになるからあー入ってこなかったか。はい、さあ影山ザービー、おジョーカー懐かしい対戦、だいぶ昔にやったよな、うん、これだいぶ五分だからね。あーくそー、これいい勝負なんだよね。アップ出なかった。攻めが弱い影山ザビーに対して受けと体力が多いジョーカーっていう、うん、ダメか。もうジョーカーも安定のね、あの待つしかない系ライダーなのにね、うん、シザースみたいなね超強い迎撃行動ないから、だからあの体力の多さでなんとかしなきゃいけないっていうね、上のランクとかと戦うとしんどいけど、まあ、B ラン以下限定戦でやるともうちょうどいい受け性能になるっていうね。うわい、怪しい当て方だったな今のは。あんね、ごめん、ジョーカーに関してはこれがあるせいでちょっと怪しいかもしんない。いや、まあまあ狙えないからいいけどね。まあね、うん、確定ではないから。あ、両方回復した。さてと、ここから、ここからがね B 以下の面白いところだ。はい、出た今のは俺が一番強いから。俺の方が強い。影山ザビーの弱は、あ、やばい。はい、だからね、はい、これを当てられるかどうかなんだよ。確かにそれがね、一番それは質のねパンチコンボが一番発生早いから。でもこれ外したらやばいから。外した時の絶望感が凄まじい。あーっぶねー。あー、今の勝てないの悲しい。ダメか、どんぐりの背比べ。あーっぶねー、くそー。ラウンド2、まあ、普通に俺のミスだったな。弱え。もうこれも弱え、ライダーパンチ弱え。もうね、なんでこのミスにね伸びるパンチあげなかったんだっていうね。そういう調整にしたら完全にパンチホッパーの介護官になるに決まってんだろう。間違いないな。追いかけていきたかったけどダメか。痛いな、これは受けるか。ザビ参戦っていうことが分かった時はね、このゲームね、あ、パンチホッパーのアッシュみたいな感じになるのかと思ってね結構楽しみにしてたのに、ね、アッシュただのね介護官だよね。悲しい。あー、高さが死ぬ。やっぱいい勝負だな、ジョーカーと。はい、ふぅ、弱いぜ。もうやりましょう。 B ランクいいかね、楽しいんだけどね。唯一欠点があるとすればね、映えない。まあそれそう。地味だからね。そう。あ、これは受けるか。ライフで受ける。はい、うん、で、はい、ダメか。はい、ダメか。はい、よーし、この間のやり返されてしまう。やり返してくる。こいつの調子投げんだよ。投げ、出来がいい分投げ、やっぱ、うん、まあ別にこの時間でガードゲージ回復しないからいいけど、うん、決まったぜ。うわ、死んじまったわ。決まるのか。そうか、そんなにもう少なかったっけ。いや、結構残ってたけど、まあ、ザビー柔らかいのかな。まあ、柔らかいよ。クロックアップが卑怯だからっていう理由でカブト系ライダーってね、軒並みね低いからね。確かに。いや、まあ、いいか、うん、そこの必殺の一発がでけんだよな。はい、あっねー、今のに当たってくんない。よし、今のは変なことしようとした俺が悪い。レバッサ当てられるかどうかが大事。
いやー、こう焦った。これは受けるか、まあ、しょうがないな。にぃーった。うサイレンが鳴ってしまった。いやどうしよう。あーはい、よくした。いややっちまった感半端なかった今。いやでも低ゲージで殺せて嬉しいよ。ねえ、ジャッキャラ使ってる時が一番ね、やっちまった感がね出るんだよな。うわ、そうだな、唯一の強みか。確かに今の強い。あっぶね、ジャックが弱い。あジャックがマジで弱い。終わってる。パンチホッパー使いてえよ。あいい、これは受けんのか。受ける。でもね、あんまり受けすぎるとね、こっからダメ。まあでもいいや、これは受けるしかねえ。これで決めよう。だってね、ガードゲージ使ってないからね、もったいないっちゃもったいねえんだよ。まあ確かに、うん、ただ受けてるだけか。そう、ガーキャンとかしてるわけじゃないから。してるわけじゃないから。投げてきた。あ、吐かないといけないっすね。吐かないといけないっすね。あーやーめー、おいー、パスとかできない。俺が倒す。いや、ここでは負けられねえな。はい、今度は俺がキャラ変えて入電を。まあこれはね、あのジャッキャラ界のねクソキャラ。いや本当にクソだよ。2弱とレバー質が強い。もうこれでね、モーションブロックでね、ブロッキングしていくのが強い。しかもアサルトだからね、ゲージも潤沢に取れる。あいやもう、この狂気とそして N 室のこの判定の強さな、これが強い。あとクダマンもね、地味強い。タイム、はい、ゲージ、はい、バッキュー。これとこれこれがマジ強い。ダメか。あー今の踏み込んどけよかったな。はい、でーあー、うー終わり。ファック。でもこれ強く見えるだけなんだよね。これ相手もジャックキャラだから強く見えるだけです。別に強くない。ジャックキャラマジック。そう、本当にそう。あのね、最悪。最悪。うん、はいはいはい、いい失敗じゃんね。あー、戦わなかった。あー、負けた。うん、そう、これね、しかも爆風あるからね、飛ぶと飛ぶんだよね。飛んでる相手に当てると飛ぶんだよ。あー、うん、あ、入電王の最高の煽り、これ。青いって言った後にレバー室、青い青い空っつ、青いこれで青い、何回嫌な気持ちになった。晴れてる晴れてる。あー届かれ。まあこれはいい、いけるか。あー、ミスった。うわー、こっちですね。よいしょ。はい、油田の練習別にしてきてないのがバレる。ここ繋がるんだよね、最速でいくと。うん、あー入るでしょ。いやはい、投げに対してブロッキングが強いこと、強いこと、強いね。お強いこと。あ、このゲームね、武器に神経通ってないしね。ね、武器に神経通ってないしね。武器のモーションのところにはね、ブロックがあってね、それを超えられないっていうね。突き出た相手の攻撃や武器をね、重なり合えないという致命的なね、調整不足があるから。それによってね、こういうキャラが生まれてしま
もろに出てる。そう、何度もいいけど別にでも強いわけじゃないんだ。うざい。あうん、あ冷静でした。うん、うわ、だってこんなさ入れないよっていうだけのさ枠なんてさ、飛び道具キャラに言わせりゃなんてことはないしさ、デルタとかね。まあまあまあね。で、判定強いロック攻撃、うんなのさ、キバエンペラーとかカブトとかさ、そういうのに通用しないんだから。これはジャッキャラ相手だから強く見えるね、マジックなんだよね。まあでもジャッキャラ相手にクソキャラであることは間違いない。あ、間違いない。 B ラン限定戦はね、こいつとタイタンとかがもうマジクソキャラだからね。よいしょ。あー決まっちゃう。ちょっと攻撃残ってたな。カウントは惜しい。あと隙に入れられちゃった。いやでもね、これジョーカーだからここまで長くね、うん、耐えてるけどね、このコンボ食らってる間にね、もう他のキャラなら死んでるからね。死んでる。アマゾンとかね、柔らかいキャラクター相手じゃない。まずザビーは必ず殺されるもん。そう、こいつねクソキャラだよな。クソキャラだよ。でも上位ランクには勝てないっていうね、現実があるから。俺の強さは本物だから。